富士チャンネルのふじっこです。今日は日本の最先端技術を紹介するセンサーズという日本テレビの番組を見てみたいと思います。どんなかな、じゃあ行ってみよう。えいっ、お誰のために、何のために、不思議な発明が世界を変える、センサーズワンダー、ワンダープロダクト7。あってなんだろう。あはあの形をした作品、アートみたいなことかな。ああ、これこのあが喋ってるの。ああ、撫でると喜ぶ。ああ、なんか。これ喜んでる、確かに。あ、男の人の声なんだ。柔らかいんだ。へえ。あそこに接続して使うんですね。使うっていうのかな。200種類以上の声があるんだ。え、怖がってるの？かわいい。かわいい。これイライラしてるんだ。ポーチ。え、かわいい。ため息ついた。あってこんな表現力ある言葉なんですね。へぇー。言葉の壁がなくなるんだ。でもすごい面白い技術でしたね。あっていうのは日本でいうアルファベットの ABC の A に当たる部分なんですけれども、確かになんか何か触ってびっくりした時にあって言ったりとか、なんかマッサージして気持ちいい時にあーとか言ったり、ちょっとがっかりした時にあーって言ったりするから、確かに言われてみたらいろんな感情を表現できる単語ですよね。あ、たった1文字ですごく面白いなと思いました。例えば幼稚園に置いたりしてみんなでペチペチ触ってもいいだろうし、いろんな技術が応用できそうですね。そうそうそう。あなただったらどんな応用を考えますか？アイディアぜひぜひコメント待ってます。ありがとうございました。またねー。